立花の白木は日本のジャーナリスト、評論家で、新末から日中戦争期にかけての中国で、両党新報や、京新日日新聞などによって活動した。大分県薄木の下級士族の家に、長男として生まれた。中学時代は各地を転々とした後、第五高等学校に学ぶが、対抗処分となり、さらに、早稲田大学に学んだが中退した。その後、 1905年に北海道に赴き、北海タイムスの新聞記者となったが、1906年に新末の中国、大連へ渡って、両党新報記者となった。以降、京新日日新聞、災難日報といった新聞や、日課講論、死の研究資料、月刊市な研究、調査時報、万網、新天地、読書会雑誌、 満州評論などの雑誌類に関わった。1918年のシベリア出兵に際しては、従軍記者として日本軍に同行し、一時は地に至ったが、帰路、病に倒れている。また、1925年10月には、南満州鉄道食卓となった。1920年代までの立花は、中国のナショナリズムに理解を示し、 日本と中国が対等な関係を取り結ぶべきであると論じていた。特に1922年から1923年にかけて北京や天津を拠点としていた時期には清水安造の協力を得て陳独州再現媒、古敵、李大将高を取名、露人だと交わっていた。1931年の満州事変後は石原幹事などと交流して、 超国家主義、真珠の主義に転じたとされ、中国における合作者運動にも関わった。1945年10月、信用で病没した。ABC 吉田実る、著名人見聞読立花の白木第二十二回、路人が絶賛した男、奮闘金女優、2014年2月1日閲覧。ABC 世界大百科事典、第二版。 立花の白木からことばんクハット AB リアヤカ 2010P2AB 野村孝一 1980P44AB 野村孝一 1980P37 野村孝一1980ピアニッシモ44から45リアヤカ2010ピアニッシモ2から3浜口優子2006ピアニッシモ35から36リアヤカ 2010P11 ありがとうございます。